その理由を知りたいの？
年下よ。
私もうすぐ帰れるの。でも次で3回目だから、もう会えないかもね。あなたはどちらを選ぶの？どっちで死ぬつもりってこと？そう、まだ1回目だもんね。私は家は嫌だけど、ここも嫌。別にどうもしない。自力で歩けるうちにどこかに行くだけ。あなた、私を引き止めたいの？それとも
緒についてきたいの。じゃあ、聞かないで。